シルバーティアラは、川崎近海汽船が運航しているフェリー。2018年6月開設予定の室蘭、宮古航路に転廃される、シルバークイーンの台船として、内海造船瀬戸田工場で建造され、2017年12月18日に浸水した。2018年4月25日の苫小牧発便により、八戸苫小牧航路に就航。車両は3層で、 先周限及び船尾にランプが設けられている。宅配便需要の増加を考慮し、従来と比較し、積載車両数はトラックを13台、乗用車を10台増加させた。また、女性一人客の増加を考慮し、全客室の6割を個室とした。船内は宝石のように凛と輝くティアラをイメージしたデザインで、快適性とプライバシーを重視した設計となっている。 本線では新たにビューシートが新設されたほか、二等寝台は一人用個室の二等、寝台 A とグループ向け階段式二段ベッドの二等寝台 B が設けられた。ビューシートは選手方に設けられた進行方向に向いた展望席で津軽海峡フェリーの新造船に続く採用となった。このほか、ペットを連れた旅客向けに一等室にペット同伴室。 乳幼児を連れた旅客向けに女性専用の赤ちゃんルームが設けられている。また5.6甲板とも両原後方の窓側通路はプロムナードとして椅子、テーブル、共用テレビが設置される。ありがとうございます。